杉並区下井草3丁目に下井草土管公園がオープンしました。敷地面積はおよそ1060平方メートルで、園内には滑り台のある小さな丘や東や登り棒や鉄棒といった遊具を設置。また災害時にテントをかけて救護施設などに使用することができるパーゴラも備わっています。公園の名前は近隣の桃井第五小学校や子ども子育てプラザ下井草など地域が主体となって募集し提案されました。どうぞ。20日土曜日には田中良杉並区長をはじめ地元の町会長や地域住民など出席し式典を開催。田中区長は公園整備の経緯や活用方法について挨拶しました。あと1年か2年ちょっともやもやした状況は続くかもしれませんけれども、なんとかここを出してまた明るい元気な日常を取り戻して、この公園も活発にご活用いただければというふうに思っております。またこの日は桃井第五小の児童たちが作った草木につける看板を広めしたり、公園のシンボルとなる土管の遊具にチョークで落書きをしたりして開園を祝いました。土管ってさすがに見ないよね、今ね。なかなか見ないですね。懐かしくなった。アニメでしかこう見ないような感じが私はします。ドラえもんになられるんですよ、ね、でもすごいなんか私ちっちゃい時確かに土管のある公園の中でこうちっちゃくなってた、落ち着く感じでしたか。そう、絶対あそこの中にかくれんぼしたらそこだった。そうなんですね。そして公園にはですね、こんな公園になったらいいなをテーマに桃井第五小の児童が作った看板も設置されているんですが、クリスさんはどんな公園があったらいいなと思いますか。笑顔があふれる。お、笑顔があふれて、はい、年代の子たちも遊べるところ。なんかねボール遊びがダメっていう声も増えちゃったけれどもね、なんかねやっぱこう公園ですから、そういうところで遊ばないと、ね、じゃあ彼らはどこでボール遊びをしたらいいんだろうっていうのがあるので、安全に遊べる場所をねなんかもうちょっと確保できたらいいなと思って。あとほら水をこうシャカシャカやるやつとかね、災害時とかにも覚えてるといいですからね。井戸水汲み上げたりとかするのもまさにね、素敵。クリスさんがね、おっしゃった通り、桃井第五小の児童たちもやっぱりみんなの笑顔があふれる楽しい公園がいいな、あと自然の音が聞こえ緑があふれる綺麗な公園、あと誰でも安心して過ごせる安全な公園がいいと3つを看板に書いたということですよ。素敵。登り棒も最高なる、ちっちゃい時大好きだった、運動になりますね。もうダメかな私今から行って登ったらね。頑張ってください。なんやねんそれ。もうなんかうまくいかないな、キクパンちゃんとは。続いてはお知らせです。お知らせの後はつながるトークです。